でも当然両方必要だと思いますよ。あ、そうですね、はい、ありがとうございます。そうですね、私もあの男性トイレになくて困ったことがあって、はい、まあ台ベあのね、台の部屋に入ってカパッと蓋を閉めて、その上に置いて、あの足とかで固定しながら変えたりとかね、そういうのをやったことがあるので、さすがよくやってことやってるとか、ね、そう、そのトイレの上のちょっとしたこの小上がりじゃないけど隙間あるじゃないですか、台があって、それに横に乗せて、手でこう押さえながらこう変えたりとか、ね、あそういう経験が、それはリアル、それは本当に私も思ってました。なんでないのっていうようなね、こんな大きなショッピングモールのないのみたいなところがたまにねあったりとかね、するんですよね。まあ最近の新しいやつはね、ほとんどあるんですけど、はい、それは確かに思いは一緒かなと思います。ありがとうございます。じゃあちょっと期待して。